真夜中のパン屋さんは2011年からポップラ文庫にて発行されている大沼のり子による日本の小説シリーズ。イラスト担当は山中彦。自動書レイベルのポップラ君のベルで復刊している。こちらのイラストは木屋町。略称はマヨパン。営業時間が午後11時から午前5時までという変わったパン屋ブランジェリークレバヤシを舞台にした小説。ジャンルとしては 文芸作品にライトノベルの技法を取り入れて描くキャラクター小説になる。ライトなイメージのタイトルだが、内容はシリアスで重いテーマを扱っており、それを個性的なキャラクターたちのユニークな交流に乗せて描かれていることにより、ぬくもりのある作品に仕上がっている。2012年には、真夜中のパン屋さんディスプレイコンクールが開催され、書店員たちの指示もあり、第3巻までで、 累計90万部のベストセラーになった。2013年4月に NHKBS プレミアムでテレビドラマ化されている。イラスト、山中彦イラスト、木山地2013年4月28日から6月16日まで、毎週日曜22時22時49分に NHKBS プレミアムのプレミアムドラマ枠で放送された日本のテレビドラマ。 主演は、滝沢秀明。2013年11月5日から12月24日まで NHK 総合、ドラマ10枠で放送され、2015年春にも、深夜枠で再放送された。ありがとうございます。